それじゃあ、困ったです。というわけで、この動画は、コウタンとプレゼント交換をした、まあ、私のプレゼント解説動画になります。まあ、前日短的な感じですね。はい。というわけで、まあ、先にコウタンとのプレゼント交換の方を、コウタンのチャンネルでも、私のチャンネルでも見ていただければと思います。それでは、どうぞ。はい、ということで、まあ、私が5000円以内でコウタに選んだプレゼントなんですけれども、まあ、今回私の中でテーマとしては2つあって、まず1つ目は、まあ、私山形県出身で、まあ、今はもう、まあ、実家山形に滞在してるんですけれども、まあ、コウタって多分山形県全く知らないと思うんですよ。だから、まあ、ちょっと山形を堪能してもらうセットみたいなのが私の中で1つテーマとしてあって、あともう1つは、まあ、これ第何回、まあ、私とコウタで、あの、ニートブ放送局でラジオをした時に、まあ、ちょっとそれを見てもらえばわかるんですけど、コウタンって毎日のスケジュールがギッチギチで、で、毎日投稿してるわけじゃないですか。いや、多分めちゃくちゃ毎日疲れてると思うんですよ。50人クラフトもやって。だから、まあ、ちょっとコウタンの回復セットみたいなのをちょっとテーマとして2つやろうかなと思います。いやね、5000円以内で私ね、相当ね、いい買い物したと思うんだ。ちょっとまだね、こう、まだ送る前だから、コウタンの反応とか全然わかんないんだけど、結構ね、喜んでくれるような、いや、逆に全くネタに走ってない。いや、もう本当に、ただのプレゼントみたいな感じになっちゃった。コウタンから何来るんだろう。もう全然まだね、もう出てると思うんですけど、こっちには来てないんで、ちょっとめちゃくちゃ楽しみにしてます。いや、というわけで、まあちょっと紹介とか解説の方行きましょう。まあ一応ね、まあちょっとこんな感じで手紙貼ってるので、コウタンの方でも多分だいぶ結構解説というか、そういうのは多分されてると思うんですけど、まあちょっと私の方で解説は必要かなということで、やっていきましょう。よろしくだ。じゃあまず山形堪能セットの方からいきますか。まず山形堪能セットさっきも出したんですけど、こちらです。まあ、ちょっとね、ちょっと手紙が貼ってあって見えないっていうか、もうこれ解説みたいな感じなんですけれども、まあ、ちょっとこれ両面テープなんでパッと剥がせるように、まあ、ちょっと今回は剥がさないんですけど、もう貼っちゃったんで、はい。とりあえずまずこれは蔵王牛の芋煮です。まあ間違いなくね、山形の郷土料理といえば芋煮なわけで、絶対芋煮は食べてほしくて、まあ、ちょっと、いろいろ芋煮探してきたんですけれども、なんかね、一番ね、美味しそうで高級そうなパッケージだった、この蔵王牛の芋煮を買ってきました。これ700円ぐらいで。そんなに、まあ、高いけど。でもね、せっかく美味しいもの食べてもらいたいなと思うんで、いや、芋煮のね、なんかいつか、今回は食べないかもしれないけど、コウタの感想とかも聞けたら嬉しいなと思います。で、もう一つ芋煮用意してて、ごめんなさい、もう何にも見えないんですけど。これ、あの、マルちゃん製麺シリーズの芋煮、なんか東北限定であったので、いや、ちょっとこれはこれで東北限定って言葉に弱いのと、まあ、ちょっと、いいのかなって思って、まあ、ちょっとお値段も安めだったんでね、マルちゃん製麺なんで200円ぐらいで買いました。いやー、私も食べたい、これ。芋煮の、芋煮ね、うどん入れても美味しいよね。ちょっとね、すき焼き味を感じるところがあるから、芋煮って。まあ、なんか、結構、これも口にあったら嬉しいなと思います。では続いてこちらも山形堪能セット。皆さん、山形県のラーメン屋といえば牛上海なんですよ。いや、実はね、山形県って山形のラーメンといえば喜多方ラーメンみたいに何かがあるわけじゃないんですけど、山形県民ってラーメンがめちゃくちゃ大好きで、ラーメン屋さんが死ぬほどあるし、ラーメンの外食に使ってるお金みたいなのが、まあ、県民の平均で全国1位なんですよ。もう私もラーメン好きだし、みんなラーメン好きなんですよ。コンビニよりもラーメン屋の数が多いぐらい、いや知らないですけど、いや本当に多くて。で、まあ、その中でも、龍上海ってお店ね、トップなんですよ。トップ。あのね、まあ、いくつかトップみたいなお店はあるんだけど、龍上海だけはね、ほんと昔からずっと美味しいって言われ続けているお店で、もうずっと不動ですね。まあ、ぜひ食べてもらいたいなと思ったのと、ここのね、赤味噌ラーメンっていうのがちょっとね、見えないですけど、あの、すごく美味しくて、あのヒカキンさんもね、最近食べに行かれてましたね。いや、ちょっとぜひね、これは、本当に食べてほしいなと思って、ちょっと、入れてみましょう。そんなに比べて多くなかった。1200円ぐらいで。もう。しかも生麺だしね、しっかり本格派で、私すごい生麺大好きだから、こういう茹でるラーメン。絶対美味しいと思う。龍上海。いや、これはね、山形堪能セットの中でもかなり点数高いと思う、私。で、山形堪能セットは最後。これは、シベールのラスクですね。まあ、シベールっていうラスク、もう山形のお土産といえば、わりかしみんな買っていくのがラスクになるんですけれども、まあ、シベールっていう山形の有名なお店で、ラスクを買いました。これ500円ぐらいかな。まあ、シベールと店破産してるんですけど、一回。
美味しいし、山形でといえばみんなこれ本当に手土産に持っていくぐらいなので、でしかも結構ちゃんともらったら嬉しい。ラスクってあれですね、あのフランスパンの干物みたいなやつ、なんかフランスパンの干物みたいなやつ、なんかすっげえ言い方悪い気がする。まあそれの色とりラスクセットです。お菓子もねちょっとあった方がいいかなと思って入れました。はい、これはね6枚入ってて全部なんか味が違うみたい。いや普通にいいなと思います。ガガガガガガガ。じゃあ次コウタン回復セットの方いきますか。コウタン回復セットのまず第1陣目はこれです。いやね、これねちょっと山形のエピソードがあるのでこれもちょっとお話ししたいと思うんですけど、実はこの蒸気でホットアイマスクって山形ふるさと納税酒田市の方なんですけど山形好きすぎだろ私。いやなんかふるさと納税でこのホット蒸気アイマスクがあるくらい山形って結構これの生産地なんですよ。生産地っていうかなんか工場があるんですね、これを作る。まあそれもちょっと兼ねて、まあ、私もこれめちゃくちゃ使用するので、これねこう休憩で使うのもいいんですけど、寝るときにこれ使って寝ると本当に寝れる、なんかシュッと寝れる、なんかすごい一気に暗い世界に入れるのし、あったかいし目も休まるし、いやちょっとこれはぜひ使ってほしいなと思って、もしかしたらねもう知ってるし使ってるかもしれないけどちょっと入れてみました。いや普通にねこれはもらったら嬉しいよねっていうのもあるし、メグリズム、はい、5枚入り、これは500円ぐらいだったかな、そんな感じです。で続いて、本当何も見えなくてごめん、これ見たらなんかちょっと知ってる人もいるかな、まあ、これドラッグストアに売ってるちょっとお高めな入浴剤ですね。これまあ1000円するかしないかぐらいで3回しか楽しめないという、いやちょっと高級な、高級高級だよさあ1回300円のお風呂だよ。そうですね、これまあ結構ねこういうのってね自分じゃ買わないんですよ。自分じゃ買わないしもらったら嬉しいと思うんですよ。だからそういうものを1個入れてみました。これね私使ったことあるんですけど、まあ、色つかないし、一人暮らしの家ってやっぱ入浴剤入れると色つくとかって結構気になると思うんですけど、これは炭酸風呂でまあ多分色つきもあんまり気にならないし、こうじっくり湯船に入って休まってもらいたいなっていうことでこれを選びました。じゃあ次これです。じゃあ値段ね適当に言ってるんですけど、まあ、多分5000円は超えてないです。はい大丈夫です。ドラッグストアに行ったんでねちょっとね安かったりしてるものもあるんで、はい、いやね、ドラッグストアでお金が余ったんですよ。700円ぐらいだったかな。なんか余ってるし、いやでもこれ以上なんか買うものあるかなと思ってずっと考えてたんですけど、いやなんかふと思ったんですよ。化粧品とか見てて。コウタンってパックつけたことあんのかなって。いや気になるくない？いやなんか、顔パックって結構なんか、つけたことなさそうじゃないですか、男の人は。なんかつけたらなんか結構新感覚的な感じにならないのかなってちょっと思って、ちょっとベビーヒールのパック、いやこれニキビにいいしね、ちょっと入れてみました。いやなんかめっちゃ気になるパックつけてコウタンがうおとか言ってるのちょっと聞きたいなと思って、ちょっとなんか入れてみました。これが唯一のお笑い要素かな。あんまりね本当にねコウタンのことを考えたらね、コウタンってね本当に私尊敬してるんですよ。毎日投稿の私できないし、なんかマイキャラも学校もすごいスケジュールの中頑張ってるから、なんかねお笑いグッズを全く入れる気にならなくてちょっとね唯一のお笑いグッズ、しかもパックみたいな感じになりました。はい、まあ、唯一のジョークグッズはあとこれぐらいですね。クランキー、これは私がパチンコの景品で余った玉でもらったやつです。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、そんな感じで、まあ、ちょっと詰めていこうと思います。コウタンにこうテーマは伝えないで一旦渡してみようと思うから、解説はちょっといろいろ手紙に書いてあるんですけど、ちょっとそんな感じで、まあ、なんかちょっと気づいてくれたらいいなと思いつつ、どんな感じで受け取るのかなってのをちょっと楽しみに私はしてます。いやね、人のためにプレゼントを選んだり選んでもらったりっていうのめちゃくちゃなんかいいなって思うから、なんか別の参加税とかでもやりたいなと思いつつ、YouTuber の参加税っていないよなって思いつつ、好評だったらコウタンと金額大きめでやってもちょっと楽しいかもねみたいな、1万円とかでやっても面白いかなって話をしました。1000円ぐらいだとね送るものが逆になくて、ねいやでも相当いい買い物したんじゃないかなって私は思ってますよ。かなりお金の使い方うまくお買い物できたんじゃない？私梱包下手すぎて、ちょっと引かれそうなんだけど大丈夫かこれ。できた。じゃあ、発送していこうよと思います。ジジ。